モノフィンモノフィンはドルフィンキックで力強く泳ぐ目的で用いられる一枚の大きな足ひれである。通常の足ひれは両足にそれぞれ装着するため2枚のフィンを別々に動かす形になるのに対してモノフィンは両足に1枚の大きな足ひれを装着して両足の動きを一致させたドルフィンキックで泳ぐ形になる。そのためイルカや 人魚の泳ぎのような印象を受ける。水泳競技の一つとして、フィンスイミングが成立しており、ワールドゲームズの公式競技となっている、他世界選手権や、ワールドカップなどが開催されている。種目の多くは、モノフィンを使用するが、一部ビーフィン種目もある。シュノーケルをつけて呼吸しながら泳ぐ、種目。 専用の呼吸用のタンクを装着して泳ぐ種目、息を止めて一気にプールの反対側まで泳ぎ切る競技種目などがある。一時期オリンピックの正式競技にしようとする動きもあった。一枚の大きなフィンを用いた力強いドルフィンキックが可能になるので、通常の B フィンとは比べ物にならない推進力を得ることができる。上級者は楽に、 クロールの1.5倍、近い速さで泳ぐことが可能になるほか、イルカのように水面上に立ち上がったり、ジャンプする演技も可能となる。その分腰などへの負担が大きく、泳ぐコツを知らない人が悪いフォームで泳ぐと、水管板ヘルニアなどのトラブルを比較的招きやすい。また、狭いプールでは速度が出すぎて危険といった判断から、 使用を制限している国内の遊泳施設が多い。泳ぐリズムや各筋肉に力を入れるタイミングもビーフィンとは全く異なるため、通常のフィンを使い慣れている人でも練習しなくては満足に泳ぐことができない。力強いドルフィンキックを得るためには、イルカのように体をしならせて推進力を得る、ウェービングの習得が必要になる。両足を拘束されるため、 歩行が難しくて、取り回しに、やや難があることや、準備が足りないと海洋上では、危険を伴うこともあるため、モノフィンを海で使う人は、モノフィンオープンウォーターコースを受講して、シーカードを取得することが望ましい。モノフィンで泳ぐとイルカの興味を引いて、寄り付きが良くなることが知られている。旧ソビエトで開発されて、世界中に広まっていったが、 日本での認知度はそれほど高くない。新たに従来品とは大きく異なる次世代型のルノセットなどが登場している。よりイルカのヒレに似た動きをするように関節を設けたり推進力を調整する機構を搭載するなど随所にメカニカルな工夫が凝らされている。飛行機のような翼型を採用して揚力を発生させることで面積は小さくても より強力な推進力が得られる設計が施されている。そのため、シルエットの形状も航空機の後退翼に近いものになっている。フィンが短くなったことで、連続した速いドルフィンキックやバサロキックが可能になるなど、運動性能が大幅に改善されている。これによって、足の筋肉のみに頼らず、全身のストリームラインを、 より積極的に活用できるようになり、上級者は競泳選手の2倍、近い速さで泳ぐことが可能になった。水面から立ち上がって、ほぼ全身を浮き上がらせたり、派手なイルカジャンプの演技などもこなせるようになってきている。ありがとうございます。